2023年5月3日憲法記念日、須佐さんと浪江神社から参拝を始める。あなたね、なんか素敵なあの、ちょっと洒落た、随分玄関浪江神社の前にこのようなお世話になるカフェでしょうかね、できました。霞目公会堂、たまいしときになりませるはらえるおかみたちとのおまなこといけなれはらんのばはらえたまいきおめたまえと申すことをおしのそこかみたちとのおまなこと。この本殿の奥の石、これがですね、あの素敵新しい石が、そう白い石が入ってますよね。あ、本当だ ね前なかったね。なかったと思いますね。これ、サンゴ石灰岩みたいな感じだけど、何でしょう。サンゴがあるわけじゃないからね、何でしょうね、真っ白な、でもまあ岩質は柔らかそうだね。奉納してる感じですね。はい、そんな感じですね。あのお店はカフェですか。福祉施設の、あ、カフェ。福祉施設。はい、ありがとうございました。高くなってる。高くなってる。うん、ずいぶん高くなってる。あれ、膨張になるね。こんな高くなってると、もう十数メートルになってるよ。一緒ですね。松だと思いますね。だから膨張林ですよ。
あったのを高くした持ち上げて、なるほど、道路に手も八重浜小学校の移行記念山にあるそうですねスポットになって記念館になってるわけですね、震災記念館になってるわけですね。八重浜小学校ありがとう。雪があるでよ。本当ですね。うん。あのどこの寒かったんかな。雪は残ってるんですね。残ってるというか降ったんかな。神山いて燃焼し立てまするまか般若波羅蜜多心勘十財宝作業人般若波羅蜜多自称剣豪雲海不動一切苦役者あり自力不意苦苦不意識自得で苦苦得で自己受造業識百人も出者あり自で正法不造不浄不滅不苦不浄不造不現で苦不心無識無受造業識無限に微で心人無主証拠未得を無限界なし無意識外門門迷惑門無人来し無老死薬無老死人無苦主滅道無知薬無得意無所蔵を立て安寧を阿弥陀御自無経営無経営御無無苦苦苦に一切天道無足四年半三で勝負で安寧を阿弥陀御男は無駄ら三脈三宝大御自安寧を阿弥陀世代人修世代人修世無常修世無道道修の上一切苦心に続く御説安寧を阿弥陀修足説修が次やてやてあらやてあるぞやてぼじそわかあんにゃーしんにょん。さん、たまたま間違った結果こういう良かったです。このような、はいね、あなたのコンピューターは冴えてんね今日は。はい、間違いも多いけど、あれやパラグライダー空飛んでる。花淵神社演技式内社です。もう25年ぐらい前ですかね、猿田彦神社の氏徳貞明宮司さんたちと一緒にここをお参りしたのが最初でしたね。神明だ花淵神社
外さんたちといったら25年ぐらい前ですね。この火でも金属が話題になってるでしょう。危険だけども、おお、大丈夫？大丈夫。うわー、すごいですね。結構ね、断崖ですね。これでも海底です。断崖です。断崖のここがフォラーになってるね。潮の流れが速いので、ここで記念碑、鎮魂碑を取る。ここは火力発電所が見えるね。ここを最初に来た時にね、12年前に、あの水の見て、アイルランドのスケリグを思い出したよ ね、 ね、一緒に行った時のことをね。話したけど、私たちのご縁も長いよね。本当ですね。本当にもう30年以上にわたってこういう風な二人旅をね、ね、ああちょうどやって、ちょっとあの奇跡的じゃありませんか、そういう30年本当に。そう思いますね、はい、あなたの恋人よりも長いもんね。もう30年以上前に、それをやっぱりこう聖地というものがあるがゆえに、はい、まあ、巨石もその中に含まれるわけだけど、はい、我々は一緒に行けるわけだよね。だから聖地が引力、磁石の源で、そこに引かれて我々はこう誘導されているというか、引っ張られているみたいなもんですよね。だからそこに向かうというモチベーションにおいて、まあ同志ですから、まあ同志ですね。やっぱ階段だったんですね。うん。
当店第一の野菜味噌ラーメンの味はどうですか。ちょっとこう野菜の甘みがいいですね、うん、いい、美味しい、美味しいです。あ、食べてます。さあ、皆さん、この景観はどうですか。東松山、松島、いいですね。だいぶ道は渋滞していますね。ゴールデンウィークですからね。ゴールデンウィークの5月3日ですからね、うん、この松島がこれだけこう自然の島々が多様にあるから、まさに多島海ですけど、それによって防潮堤代わりになって被害が非常に少なかったというね、事実があります。こういう地形をうまく自然のものを生かすというのが最大の防災の知恵だと思うんですけどね。本当ですね。瑞巌寺のところの街中も、これが人がいっぱいですね。ここが松島駅、 JR の松島駅。その松島に人は今日連休ですからね、集まっていて、私たちも瑞巌寺に立ち寄る気持ちはないことはないけれど、うん、この状態だったらもうとてもじゃないけれど、うん、満車で、そうですね、駐車できませんので、はい、パスしますね、はい。磯焼きの匂いがしますよ。ここから瑞巌寺まで1分だと。あそこは五大堂ですね。治水化風空の五大堂、瑞巌、まあ、浮島のようになってるんですね、うん、浮見堂かな。なかなかいい景観ですよね、はい、こんな島はね。石巻だ。神奈川に行きます。神奈川こう集合住宅、うん、それは集合住宅が前からありますよ。この辺がもうね、すごいもうひっくり返ってたもんね。息子がないんですね、熊野神社。じゃあこれは、はい、人がいるね、いますね。この防潮堤はどうですか。もう、うん、ちょっと耐えきれないような防潮堤になってるのかと。市長は防潮堤の防災都市になってしまう。階段は高いし、釣り石はこの前より大きく見えるやけどな。なんかこの前より大きくなって丸くなって、
丸くなってない同じかな。石も大きく見えますよ。大きく見えますね。なんででしょう。この前より境内の整備ができたためかな。そのためにこの大きさがなんか大きく見えますね。それはしめ縄の春位置が変わった。確かにちょっとこう垂れてるような、うん、それもあるかもしれませんね。でもよろしいでしょうか。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。あ、それ入れます、ね、1年半ぶりぐらいですかね。あ、そうでしたかね、はい、どうぞ。その後いかがですか。そのはい、そうですね、このコロナ禍でなかなか動きも、はい、はい、鈍くって、でもこの頃コロナの、何でしょうか、はい、解禁された少し落ち着いてきたということで、はい、この頃人出の方もまた出てきたような感じでございまして、で今年の正月3日間、はい、1日2日3日、はい、どうぞ大丈夫ですよ。はい、どうぞ、こちら。はい、どうぞ、はい、はい、どうぞ。失礼します。どうぞ、はい。3日間は、これにそれまでなかったのを1人が当たりまして、はい、1万人ちょっと超えて。ああ、多かったですね、はい、多かった場所は。1万人を超えた。超えました。3日間で。3日間で。初めてでございますね、今。そうですね。大きな変化です ね、 ですね、良い変化ですね、うん、1万人を超えた、そうですね、ここまで1万人の方が自動車で来れたそれを考えるとすごいですね。ここ人口2000人しかいないですいやー、大したもんですね。今親と生まれた子供からそれこそ ね、 ねずっと高齢の方まで人口全部かき集めても、はい、2000人でほどしかないような、ちょっと画期的ですね。そうですね、それは今後の弾みにもなりますね、それでその釣り知事の存在っていうのは、まあ、全国的にだんだん知られてきていますから、はい、いろんなところから来られてるんじゃないですか。そうですね、やっぱり北は北海道、南は沖縄っていう方 で、はいはい、で、まあコロナ前ですと、インバウンドで外国からも少しずつ来たんですけど、この後また少し緩くなって、外国の方からも。そうですか。はい、津田さんの釣り石広報も結構写真一番いい後ろのところにドンと乗ってきて写真撮影でね、びっくりしました、ね、はい、だからね、私たち今側面支援しかできておりませんけれど、広報的にはいろんなところで釣り石神社のことを私は、まあ、書いたり釣り須田さんも書いたり、写真でね、その、まあ、写真を見てもらうと一番っていうふうな気持ちがね、行ってみたいなという気持ちがね持ちますから、
だからそういう存在が徐々に知られてきて、まあ、県内、それから、まあ、佐々木の、ホームページなんかを外国の人が見てくれたら、まあ、そういうところからもね、アクセスがあるでしょうし、そういう意味では、非常にいい方向でね、転換していただきます。それでね、今日忘れたんですけどね、実は私、ここで、2016年の6月に奉納させていただいたでしょう。鎮魂の舞、北上、あの中の一曲、北上という曲を、CD の中に収めたんですよ。それで歌を歌って、あの後にこう歌を聴きながら、あの舞を、北上、飾り調の部分があったんですけれど、それを曲にしまして、13分ぐらいの曲にしまして、それを今日持ってくる予定だったのが、京都出る時忘れてしまいまして、申し訳ございません。またお送りします。今度は今日は持ってきます。ありがとうございます。お送りさせていただきます。で、以前奉納したものを、曲として、CD に収めたんですね。はい、まあ、そのことここでもご祈祷する際は打ち鳴らしっていう、太鼓を叩くんですね、はい、歌いながらその太鼓を叩くんです。ちょっとカブラっぽいような。そうです、そうです、うん、一番最初に叩くのが太鼓なんですけども、はいはい、それにやっぱりこの歌があるんです。神の種のようなものです。伊達ヶ崎に登れてみれば綾に寄せ来るお稲荷浜っていう。伊達ヶ崎、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 ここ伊達ヶ崎っていうんですか。そうですね。伊達ヶ崎登れてみれば、はい、何ですか。登れてみれば朝日差し、朝日差し、綾、はい、に寄せ来るお稲荷の浜っていうふうに。綾に寄せ来るお稲荷の浜、はい、でおっぱっていう感じ。お稲荷の浜、青浜、青浜、青浜、はい、これは省略されてお稲荷の浜です。おっぱ、はい、でした。で、昔からここはオッパっていう島、オッパ、オッパが、ところが住所は今オッパってとこないんですよね。みんな勝負豚の勝負豚、花勝負の勝負田んぼの田を踏むんですけども、そういった地名なんですけれども、で、あとはこの裏側にはその田んぼがあって祭りだっていうっていう、孫社の昔、旧商社だったんですから、そういったところでこう田んぼなんかもいろんな財産を持ってて、うん、地名がついたのかなっていうふうに思ってますけども、でもこう周りの北上側のこの両岸の本当にもう河口に、最も近い集落の一つですからね、そういう、 こう広々としたこう太平洋に注ぎ込むようなこう雰囲気っていうのが、まあ、この辺りからの景観はね、素晴らしい景観ですよ ね、 そうですね、はい、落ち着いた。先生、今多分ちょうどお参りしていった時、はい、ちょっと階段のところからこう杉の間からこう光が、はい、にじみながら刺さってきたというのは眩しかったんじゃないかなと思うんですけども、はい、やっぱり夕方の締めに行く時に、ね、うん、はいはい、ちょうど西日が当たって、はい、五光がこう入ってきて、杉の間からですね、漏れ日、そうですね、はい、とても、ね、新鮮な感じ、新鮮な感じで、うん、思わずこう携帯持って行って、うん、撮りたくなるな。宮司さんの役職というのはいい意味でですね、市役所のお勤めを定年で辞められて、はい、宮司職としてで、まあ、神社をこう守っていくというのは、心が、まあ、運営は大変だと思うんですけど、はい、そういう、うぐさの神であるとか、鎮守の森であるとか、そういうものを守っていくということは、なんていうのか、かけがえのない喜びっていうのか、幸せな感じもしないではないんですが、いかがですか、そういう宮司さんのことを。そうですね、私は、まあ、ここは剣舞社なんですけども、剣舞社は、まあ、もう自宅の近くにあるんですけども、何々神社ですか。熊野神社。熊野神社。で、熊にありまして、朝早く1日と15日はお勤め、うん、朝、はい、熊野神社で日がこう、昇る頃、その神社にこう朝日がこうようやく昇って差す頃にこう太鼓を叩いて、うん、まあ、お勤めをしてきて、うん、でこちらの方に回るんですけども、うん、で
下ってくるとちょうどその、うん、いい感じであの朝日がね、うん、あ出てくる頃になって諏訪さんはね、今あの沖縄に住んでるんです。あ、ですよね。 あれ、なんか2月にちょっと向こうに、転居しまして、でまあ、カツオ、この琉球島々のそういう聖地を取ろうとちょっと決意しまして、そうですか、出雲に9年いたんですけどそれでね、その沖縄に住んで、もともと琉球大学の地理学科出身ですからね、はい、沖縄は自分の大人の生産と思ったんですけど、はい、ですけれど、で彼が今 100cc のスクーターみたいなんで聖地巡りをして聖地とか石の写真を撮ってるそうなんですけどね、それをこう行くと、まあ、朝日を受けたり風を受けたりして、はい、本当に幸せを感じるんですね、はい、ね、最高ですよね。先生、私も娘が結婚して、はい、まあ、そろそろ その息子にも、はい、代をちゃんと覚えてもらわなきゃいけないなと思って、朝の勤めを、はいはい、私がこうサボり見てこいってやったんですけど、うん、でもやっぱり後々考えて調子悪い、自分の体がなんか調子悪いなって思って、自分の体の方がね、法律を唱えるということ自体が、はい、健康法にもなってる、はい、だからあ、これサボっちゃいけないんだなっていうのがそこで気づいて、あとは今は自分で上がってますけども、孫、うんうん、まあ、も今ちょうど中学2年まで上がって、今神楽を、いろいろと教えたりして、まあ回れるようにはなったんですけど、そうですか。だから太鼓もね、打ち鳴らしてやつも、はい、ちょっと実は写真展、昨日から始まってるんですけども、ね、県立美術館で、その、雄勝町の雄勝本院神楽の元会長の伊藤博夫さんが来てくれまして、はい、郷土史家のですね、その石巻高校の同級生だったという方も来てもらいまして、82、3歳の方だと思うんですけども、ああ郷土史家の須田さん、須藤さん、あ、そうなんだ、すごい詳しく、あ、そうです、そうです、神楽ここにも来たからですね、はい、はい、それでですね、そのまあ雄勝本院神楽が元ではなく、はい、元は3つ渓流があったと、はい、元吉とか、はい、まあ、他の2つというのがあって、はい、そういうふうなもののまあ、江戸時代の文献をこう見ると、はいはい、その時点で、こう持っているものと明治以降になって、はい、こう今に伝わっているものとの違いみたいなものがね、まあ、いろいろあるのだと、でその室町時代にできたというふうな言われはあるけれども、はい、実際にはそれを証明するような文献というふうなものが、はい、はっきりとは残されていないので、はいはい、まあ、確実なところはその江戸時代の3つのこう神楽のね、はい、元があったみたいなこと、はい、でそのうちの一つがこちらにあるということですか。そうですよ、はいはい、もともとうちの方 の元吉本院神楽っていうのは、はい、元吉本院神楽、はい、紀仙郡の方が伝わって、どこかで紀仙郡です、紀仙、岩手紀仙郡、紀仙、気仙郡、気仙郡、ね、気仙郡というのは気仙沼の方の、もうちょっと上北の方、北の方だと思います。気仙郡から、はい、が元ですか。はい、よく夜遅くまでその船大工さんがやってると、はい、悪口で気仙大工なんて言われてね、いつまでやってんだみたいな感じで、真面目な方なんですよね、うん、多分そこまで一生懸命やるってことは、そうすると今度はいつまで仕事してんだこの気仙大工なんてね、今度は悪口に変わってしまったようなこともありますけども、うん、そういったその地方からこう、塩なんかも伝わってきましたし、はい、なので気仙郡から伝わってきて、この沿岸部ずっとこう、女川、江ノ島まではこう行ったと思うんですけども、まあ、あとその神楽も流派があって、はい、大和舞とか、はい、大和流とか出雲流とかいろいろと内陸部とか、それから沿岸部とかまた違ったルートでいろいろと
やってるんですけども、うん、ですからその、うん、汽船群が伝わってきたカングラについては無事の方がと大体こう伝えられる、はい、この前お話を伺ったのでは、宮司さんの岸南宮司さんのお父さんが小勝の方へ、祖父ですね、おじいさんが伝えたんだと、はい、そしてそちらの方に神楽が、ね、復興していくプロセスがあったんだというようなことを、はいはい、おじいさんにあたる先々代の宮司ですか。そうです、はい、はい、やっぱり昔はの娯楽も何もないもんですから、神楽が本当にこう地域の、はい、娯楽でもあり祈りでもあり、そうですね、はい、それをみんなこう喜んで眺めに来て、そこで一つの祭り、人が集まってきて、わいわいやとにぎやかになっていった、うん、まあ、昔の話ですけども、ね、はい、じゃあ元吉の法院神楽が一つの核としてあって、はい、でそれがこう尾形にも伝わって、そうですね、うん、でおじいさんの場合は、大正時代ぐらいですか、今の お話だと、うちの祖父の生まれは明治ですね、うん、はい、明治生まれで宮司職になったのは大正、昭和、昭和の初めぐらいですね、はい、その頃の昭和の初めのこの辺の集落っていうのはどんな感じだったんでしょうね。そうですね、やっぱりその生活的にはやっぱり大変な生活してたと思うんですけれども、うん、地元でこう炭を焼いたり、うん、炭焼きを山で木を切ってきて炭焼きをしたりしたりして、はい、あと農業を自分で食べる分についてはほとんど畑をやってね、うちのおふぐろなんかはその月夜で畑やったんだよっていう話も、はい、月夜でね、月夜で月の明かり漁業はここはあまり盛んではないんですか。漁業は本当に天然物、今は養殖が主要ですけども、はい、天然物 の、はい、昆布を取ったり、うん、わかめを取ったり、はいはい、アワビ、ウニ、うん、そういったものを、うん、取ってきて、はい、漁協さんに出したりしてやっていたんですね、うん、私が小さい時はニンニクまでやってましたからね、で大きさが丸の中にこうくぐっている M のベースなんで、うん、これがくぐれば、くぐなければ L だ、これがくぐなければ M だ、これがくぐってしまえば、ね、あとは S なんだってことで、農協さんへこう出荷してたんですけど、それもなんかいろいろとやってたこう、うん、歴史があるんですから、途中で後やめちゃったりとか、でも気候的にはそういったものも合いますから、うん、私らが今やってるニンニクは育ちますし、うん、はい、ただやる手間がないだけで、小勝町の方はリアスギ海岸にこうなっていて、漁港がいくつもあって、はい、漁業が盛んだと思うんですけども、はい、北上のこの辺とオパマの方とはそういう制御ってなりわいみたいなのが違っているんですか。そうですね、あるいはあまり豊かさとかそういう、そうですね、お松の方はこう陸地が少ないもんですから、はい、はい、そうですね、田んぼなんかもないんです、ね、ほとんどですから漁業ですけど、ね、はい、こちらの方ではそうですね、合併したんですね、はい、もともとここは元吉郡南三陸町だったんですか。じゃあ元吉神社の元吉ってのはここは元吉だから、はい、元々元吉郡で、はい、元吉郡、ただ私ら神主のその組合って言えばいいのかな、支部なんですけども、そういったものも元吉支部の方へ行こう、ですから私は本来は石巻市なんですけども、そこから物その遡って物尾郡、うん、もっと遡ると元吉郡っていう段階で来て、うん、ですので、女川の方に神楽ってあるんですけど、そこと、まあ、今こう交流してやってますけども、人がまあね、舞う方々もだんだんと後継者で苦しんでまして、うんうん、あ、そうですね、はい、本当に後継者の問題は全国どこでもね、子供が少ないだけに余計に、で、まあ、中学生を少しずつ、うん、育成してて、うん、なんとか1番2番3番ぐらいまでこう踊れるまではなったんですけれども、うんうんうん、課題ですね、そうですね、今後の、
まあそれを、まあ、あと私らも元気なうちにと思ってこう太鼓を叩いて打ち鳴らしっていうものを、うん、あの本来は目で聞いて、目で聞いて耳で聞いて覚えるんですけども、うん、あ全部あの楽譜、楽譜に作ろうっていうことで楽譜作りしてて今、うん、なかなか大変ですよ。どなたが楽譜に作るんですか？どの方が？私が作ってるんですよ。じゃ あの音符かけるんですか？いやいや音符ではなくてあのあ、ショーがこういうかがこういうふうな丸をこう丁寧な線でつなげるな、どん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 みたいな、どん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 どで卒業してきて一番最初にその行ってこいって言われたのが太鼓の練習って、うん、で私も頭は悪いもんだから1ヶ月でもなかなか覚えられなくて、なんか毎日迷惑かけるのも嫌だなと思って途中で、うん、すいませんあのカセットテープ持ってきたのでっていうこと でここを反対を叩いてもらって、それを全部録音してきて、そして楽譜を作ったんですよ。20代の時自分なりの覚える自己流の楽譜を作って、それが工夫ですね。ええ、そうですね。そしてそれを、うん、取っておいて、しばらくやっぱりその画用紙を太鼓のところに画鋲で貼って、うん、それを見ながら叩いていたんで、うん、まああとだんだんと慣れてきて、画鋲は動画用紙は取れましたけれども、時々ねお祭りの時にここに画鋲を入れるのを忘れてそのまま手掛けた失敗でもありますけれども、そうですか。そういうその思いがあったんで、今その延長でもしかしたらできるんじゃないかと。じゃあ若い人たちがそれで追いながら、はい、同じ学習法で。で、あとは、うん、あの今 CD っていう保存のできるものもありますので、はい、で実際に叩いて見て、うん、目と耳でやれば、うん、少しは楽になるのかなって、うん、なんとかその残したい、うん、文化だなと思ってました。そうですね、そういうのは本当に残ってほしいし、それをつないでほしいですね。そうですね、はい、だからそれをこうつなげられれば、その地域文化っていうのは、はい、その核になるものはね、はい、生きていきますからね。今あのサステイナブルということがあちこちで言われていて、 SDGs とか、まあ、そのどういうふうにその重要なものを維持していくことができるかっていうのは大きな人類の課題ですので、そうですね、まあ、文化もその具体的なものがないと、全部あの中央から来たものとかね、ああい こうあのグローバルスタンダードみたいなんで一緒になると、全くその地域文化の特色はなくなってしまいますからね。学校でもそれを取り上げていただければ、うん、その学校で子どもたちが習ったものがやがて大人になれば、うん、子どもから大人までが全部同じ太鼓を戦えるんですよね、うんうんうん、そうですね、だからこうやっぱり SDGs なのかなと思ってくれば、うんうんはあ、まあそういうふうなことを神社がこういうふうに、まあ、新しく社殿ができて、そして人がにぎわうようになって、あの地元の人たちもあのここにね、全国からあるいは外国からも人が来るんだよというふうなことが周りにも伝わるとモチベーションになりますもんね、はい、あの子どもたちも、はい、ちゃんと自分もたちもじゃあその地域のものをあの習得しておかなきゃいけないみたいな意識が生まれてきますから、結果的にはいい効果がね、はい、望めますよね。だから子どもたちにも少しでもこの神社にこう足を運ぶ方法なんかないかなと思って常に、はい、考えてるんですけども、はい、そういうなんていうか、今総合学習という今言うかどうか分かりませんけど、課外学習であるとか自主見学とか、はい、そういうものをね、うまく取り入れてやってほしいですね。そうですね、はい、今度はですね、はい、あの必要があったらあの、まあ須田さんとか私とか、はい、そういうその小学生に向かって、まあ、いろいろあの石の文化であるとか釣石神社っていうのはどれほど世界中の石の文化でね、こう意義があるのかとか、古くから日本には岩倉というものがあったんだよとか、はい、
そういうふうなことはお話ししたりスライドで見せたりで実際に私は医師を演奏しますから医師を聴いてみたりするいろんな形でできますから、はい、まあそういう公教育の場をうまく使えればね、はい、また今後ともいろいろと、はい、本当にありがとうございます本当に忙しい中案内所までいただいてもうじりじりになって本当に恐縮です連休でねどうしても抜けられない本当にお疲れしながらでも一応ねご案内だけこの今回記録をですねもうずっと写真展の時からのシンポジウムの記録とかを全部撮っていて、今回須田さんも沖縄に住まいをしたのでそうしょっちゅう来ることができないというので、まあ、このあと何年後になるか分かりませんけれど、私も72歳になりましたのでですね、それでね今度来ることはいつになるか分かりませんのでちょっとその記録をですね、はい動画にして、はい、YouTube に、はい、アップさせていただきたいので、まあ、今回のことも全体記録として収めさせていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。で今日は本当にありがとうございました。本当に忙しい中、はい、わざわざここまで足運んでいただいて、はい、いやもうねここに来るのは喜びですよねね須田さんにとっても。ありがとうございます、はい、5月の神山旅館に、はいでそれから北上してここがですねすごく整備されたために、はい、階段の下まで行くと吊り石が大きく見えるんですけどすごいこの、まあ、全体が丸くて大きく見えるんです以前よりも。あそうですか。大きくなったわけじゃないですよねそんなことはねかなりやっぱり急だっていうのを改めてあいや本当に大きくなったような気がして、大きくなるということはいいことですから人が来てインパクトをそれだけ感じられるのでちょっとお二人の写真をですね、はい、大川小学校ここのお地蔵さんとかはもう本当に全部なくなってあっちの方へ全部まとめて、ね、奥にもありましたよね、うん、奥にもありましたがそこへ全部一式まとめたんですね。そしてその伝承館、資料館遺構として作られていますね。だいぶ整備されました、ここもね。伝承館に結構人がたくさんいますね。ここに来られて伝承館を見学して北上の橋がどういう風になってきたかこの愛沢行きます長浦の長面尾の先浜が北上中学のあちらの方ですね。奥浜の そしてこちらの西の長面浦というんですか長野浦というんですか奥浜湾というんですね、うん。
もう大変なあの焼肉に入るところ文ちゃんもうね大変だったんだよね。本当ですね。うん、ちょっと取れるからいて大変さ、はい、いやもう突然今日は泊まれないという、うん、キャンセルをされまして、はい、そしてもうとにかくそこのルートインにねなんとか見つかったんですけど一、うん、人しかないと、はい、そしてまあ床でもいいから寝させてくださいと、うん、で一まあそれでも2人分ということを言われたんですけど、うんうんうん、もうそれでも確保したんですけど、うんうん、そしたら後からちょうどキャンセルがあったということで、うん、もうバッチリね、まるで仕組まれたような、まるで仕組まれたような泊めていたことになりました。それで焼肉食いの時で今日はもう贅沢三昧をしよう。初めてですね、ね、この